こんにちは、スイートルームのみかです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、こちらゾウさんのシリコンモールドを使ってハンドメイドしていきます。こちらのゾウさんの形になっております。動物系だと以前にもご紹介したクマとかウサギとかをアロマストーンで作ったんですけども、今回は二液性レジンを使ってで美しいクリアーなゾウさんを作っていきたいと思います。いつもクリスタルレジンネオという二液性レジンを使っていたんですけども、廃盤になるということで今手に入らない状態なんですね。これに代わる二液性レジンをずっと探してるんですけども、 Amazon の方で二液性エポキシレジン液っていうものを見つけたので購入してみました。こちらを使ってゾウさんを作っていきたいと思います。ほぼほぼクリスタルレジンと一緒の使い方です。主材硬化剤があって、それを2対1の割合で混ぜて作っていきます。固まる速度は24から36時間で硬化ということで、冬だと寒いのでもっとかかると思います。作品の使用例にはアクセサリー製作やインテリアにも使える、ハンドメイドグッズとして人気のエポキシ樹脂と書かれています。固まるハーバリウムとしてとか、リバーテーブル、あとオルゴナイト、ピアス、ネックレス、ペンダントなどアクセサリー類にも使えるということなので、試しに使ってみたいと思います。透明度が高いレジン液と書かれています。はい、黄変しづらい、ここがすごく重要です。ちょっと時間が経ったら黄色くなっちゃうと悲しくなるので、長い間黄変しづらいっていうものを探してるんですけども、黄変とは黄ばみにくいもの、長年置いても黄ばみにくいものっていうものが理想なんですけども、直射日光に当たると黄ばみやすいとは書かれているんですけども、クリスタルレジンも同じです。直射日光に長時間ね当てちゃうと黄ばむ原因になるとは書かれているので同じかなと思います。もう一つヤフーの方で二液性レジンを探していたんですけども、そちらが売り切れてしまってて、売り切れるほど人気みたいなので、それをいつか入手して使って比べてみたいと思います。はい、なのでこちらのゾウさんはこの Amazon で購入した新しいエポキシ樹脂を使って作っていきたいと思います。ゾウさん自己のところにくぼみがあってフラワーアレンジができるので、ちょっとだけフラワーアレンジをして美しいゾウさんを作ってみたいと思います。それではご覧ください。はい、それでは作っていきましょう。ゾウさんのシリコンモールドで、紙コップ、混ぜる棒、二液性レジンとなっております。こちらを使っていきます。パウチタイプでのエポキシ樹脂は入れやすいのだろうか。クリスタルレジンも、すごく入れにくかった。これ500だよね、めっちゃ軽く感じる。まずは硬化剤、入れやすい。クリスタルレジンよりかはるかに入れやすいですね。クリスタルレジンもなんか入れ替えたらいいんだろうけど、硬化剤はすごく入れやすかったです。いいかも。暗いところに置いとかないといけない、保存場所が重要かなと思います。あと匂いもなくて、ここもグッドですね。前に買ったエポキシ樹脂が本当に臭くて、シンナーみたいな匂いで、作った後もお部屋から匂いが取れなくて最悪でした。お試しで少量買ってね、いいのを探すのが一番なんだろうけど、ちょっと送料とか少なくなると割高になっちゃうので、できたら一発でいいものと出会いたいと思いながらずっと探してたんです。しっかり混ぜましょう。硬化剤と主剤を混ぜると濁った感じになるんですけども、その濁りが消えて透明になるまでしっかり混ぜるっていう風に書いてるので、ちょっと紙コップでするのは不安かなと思います。しっかり混ぜないといけないので、そこが抜けると怖いなと思うので、プラスチックの容器を用意してもらった方が安心です。って言いながら紙コップでいつもしちゃうんですけども、しっかり混ぜます。混ぜて混ぜて混ぜて、結構混ぜたかな。透明になったので入れたいと思います。
スレスレまで入りました。これで1日固めてみたいと思います。はい、ゾウさん固まりました。取っていきたいと思います。カチカチに固まります。1日置いたものになります。これちょっと硬そう、硬い感じだわ。よいしょ、お尻から取って、裏返しながら取ったら取りやすいかな。よいしょ、力ずくで引っ張ります。爪が剥げそう。ここまでいけたんですが、この耳からが取りづらい、めっちゃ取りづらい。これはうや、うんうん、おわ、めっちゃ綺麗。あー、おー、こちらがモルドから取り出したゾウさんです。ちょっと残念なことにモルド自体にスレがあったのと、あとモルド自体にボコってなってたので、どうしても固めたらその通りにレジンが固まるので不良だとは思うんですけども、シーンで取り寄せたものなのでこのまま使っていきたいと思います。底の部分が触ると痛いので、底の部分を削っていきたいと思います。まずはちょっと粗いこういうもので削っていこう。結構痛いので、最初はこういうもので削った方がいいと思います。それか耐水ペーパーの粗い目がある方はそちらで削る方が安心かと思います。レジンにできた擦り傷の修正方法はまた別の動画でご紹介したいと思います。最後ね、耐水ペーパーでもこすっておきます。はい、こんな感じで実は2つ作っております。めっちゃ綺麗。はい、それではゾウさんのフラワーアレンジをしていきたいと思います。今回ゾウさんのこうアレンジする部分にはジュートファイバーを入れていきます。透明なのでオアシスみたいなスポンジを入れる方は中入れると見えちゃうので白っぽいものを選んでください。今回のアレンジは全てグルーガンでやっていきます。すごく簡単なのでお子様のワークショップとかもおすすめと思います。ゾウさんなので可愛いし、日の当たる場所に置いてはいけないんですけども、日が当たるところに置いてあげるともうキラキラしてすごく美しいです。このジュートファイバーグルーをつけてピッピッピッとくっつけていくだけなのですごく簡単です。どんな感じで入れるかイメージします。あふれんばかり入れてしまうとバランス的にも悪いと思うので、お花を入れれば入れるほど可愛いっていうわけじゃないので、バランスを見てアレンジしていきましょう。かわいい。グリーンとオレンジ色ですごくかわいい雰囲気を出せるので、ここまで入れなくても良さそう。かわいい。こちらは横向けて飾りたいと思うので、こっちが正面で作っていきたいと思います。これぐらいの量でジュートファイバー入れていきます。ここにジューッとつけてグッと押し込みましょう。ピロンピロンって飛んでる部分はカットして整えておきましょう。で次にアジサイを入れる。めっちゃちょっとずつ入れましょうかね。バラは開花させておきます。バラの開花については別の動画でね用意しているので、そちらでご確認ください。バラの下にアジサイが来るように入れたいので手前にアジサイを少しだけ入れておきます。グルー付けで、でジュートファイバーにくっつくように入れてください。入れましょう。そしたらバラを入れていきます。バラは茎の部分にグルーをつけてジュートファイバーにペタッと貼ります。あんまり押し込みすぎず飛び出しすぎずバランスを見ながら入れてください。こんな感じで横からバランスがいいように入れてあげてください。かわいい。
あとはこのバラの周りにアジサイを入れていきましょう。アジサイにグルーをつけ、下のジュートファイバーにくっつける感じです。本当に思ったより少ない花材で入れてもらうとバランスは取りやすいと思います。アジサイもこれぐらいで十分ですね。いい感じです。で、あとは好きな小花を入れてってもらうといいと思います。こういう造花を心にねとつけようかと思います。茎にグルーをつけてペタッと押し込む。花びらを押している感じは出さないようにしてほしいと思います。こんな感じです。かわいい、かわいいな。結構お花選んだんですけども、入れてみるとそこまで入らないし、バラがメインでアレンジできるのでかわいい。バラがすごく引き立つ。このクリア感とバラがすごく相性いいんでしょうね。すごいバラが引き立ってる。本当にクリアな感じとバラがすごく美しいので、入れすぎたくない気がしますね。かすみ草で散らして華やかさを出しておきたいと思います。かすみ草のところにちょっとスターフラワーを忍ばせるぐらいで、スターフラワーを入れます。かすみ草をここへちょっとだけ追加して、あ、いいね。ここが隙間空いてるからアジサイを追加して、こんな感じで完成いたしました。オレンジとグリーンのフラワーアレンジです。めっちゃ可愛いですよね。これちょっとプレゼントにもらうとテンション上がるんじゃないでしょうか。本当にクリア感とバラの組み合わせがすごく美しいです。ぜひよかったら皆さんも作ってみてください。ハンドメイド好きさんのためのオンラインサロンやってます。興味がある方はぜひ概要欄ご覧ください。また公式 LINE ではもっともっとハンドメイドが楽しくなる、あなたが生まれ持つ数字の秘密プチ鑑定を無料でプレゼントしております。ぜひ受け取ってくださいね。この動画が少しでもお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと、YouTube のサブチャンネルもやっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。ミカでした。それでは次回のハンドメイドをお楽しみに。